皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活でーす。本日はですね、ちょっといろいろ、稲毛屋の検証はがき、稲毛屋行ってまいりました。稲毛屋三菱食品、ロッテ共同企画。これね、ツッコミどころ満載なんですよ。稲毛屋とロッテって書いてあるのに、なぜかカムカムレモンがあるんだよね。で、カムカムレモンって、これ明治なんですよ。えって。で、明治のカムカムレモン、多分明治のカムカムレモンだと思うんだけど、三菱食品株式会社って書いてあるから、なんかよくわかんないけどいいんかなみたいな。で、これね、すごいわかりづらい。対象自体は300円以上って書いてあって、ちょっとなんかあまりにも三菱食品に反応して、これちょっと、あれなんですけど。三菱食品ってね、なんか東京モノレールの駅のところにある会社なんですよ。三菱グループの。すごいよ、三菱グループの。三菱商事もすごいし、三菱食品は株主総会が本社でやってたから、三菱食品の中に入ったことがあるんだけど、ものすごいなんかすげえな、三菱って思った。なんか、とにかくすごい感じ。そういう時でもないと入れないから、ちょっと頑張ってさ、結構なんか、どこだっけな、竹芝じゃなくて、なんか、ちょっとね、不便な、モノレールの駅だったような気がするんですが、なんか羽田空港の方に向かうモノレールなんで、電車があんまいっぱい通ってない感じ、なんか、のところだったんですけど、で、なんかね、そう、三菱食品の株主総会でよくもらったのが、ハリボ。ああいうのか、みたいなイメージだったんですが、これ、ハッシー、のね、キャンペーンやってんですよ。ハッシーね、ロッテからこれ出てるんだけど、どこに三菱商事って書いてある。なんかこれ、ハッシーって書いてあると、なんとなく三菱商事ってイメージがあるけど、ハーシーで、ロッテ三菱商事って、俺、カムカムレモンって明治じゃなかったっけみたいな。いや、でも、ここに三菱食品って書いてあるから、でも、製造所は明治なんだよ。なんか、ちょっと、でもロッテでしょみたいな。すごいなんか悩みましたよ、これは。そ、しかも、これちょっとね、マジにね、頭を三菱グループに、エリートになった気分で考えないとダメですよ、これ。ロッテまたは三菱食品のハーシー商品含む全品なんだけど、ここに応募方法のところに、ロッテまたは三菱食品のハーシー商品を含む日社、商品合計300円以上。2社商品合計だから、ハーシーとカムカムレモン買わなきゃいけないってことでしょ。こっち、三菱食品のハーシーを含む全品の数。これちょっと読み解けないから、ハーシー2個買えば178円だから300円、税込み300円でいいんですよ、切りが。でも、カムカムレモンのボトルは意外と高いから、ちょっと値段超えちゃうのよ。で、カムカムレモン1個だと98円なのよ。だからカムカムレモンのみで3つ買わせていただければ、税込みで300円超えるんだけど、ハーシーを含むって書いてあるから、ハーシー入れなきゃダメなのって感じ。すごいこれわかんない。だからちょっとこれ明日、電話かけないとダメだね。こっち電話かけて、このハーシーの謎。だから、ハーシー2個買ったらダメなのとか、ハーシーと、ってか、これでもキャンペーン事務局なのかな
西東京郵便局支所箱21号ロッテ三菱食品共同企画キャンペーン事務局。西東京郵便局はあんま聞いたことがないな。で、ちなみに検証のですね、私自分で検証の、YouTube を出して、で、なんかおすすめとか行くじゃん。そう、おすすめ、私の動画でおすすめとか、私の動画を見てる人が何見てるのかなっていうのは若干気になるんですよ。あ、ちなみにタワーとか全然見てないですけど、最近だから私自体も見てないし、まあ本人がここまでディスってるから、なんていうのかな、私の視聴者、私の動画を見た人は多分ね、あっち見ないか、なんか多分ちょっと距離置いてんだと思うんだな。向こうの人も絶対なんかこう、もうこいつのネタは絶対言わないみたいな、こいつにはもう触らぬババアにたたりなしみたいな状況でね来てると思うんで、うん、まあまあいいですよ別に。あと私は怪しいと思ってるんで、一人でやってねえだろって突っ込んだらいきなり今度二人になって、二人でもちゃんとまだ怪しいだろって、そのうちなんかグループでさ、またなんか7人ぐらい出てくんじゃねえのとか、なんとかずか全員で YouTube 作ってたりして、やべえな。でもなんか再生とかがさ、再生とか登録者数とかがさ爆伸びしてさ、なんか爆発的な YouTuber とかになったらすげえなんか嫌だなみたいな。そんなことはでもあんま考えてないかなっていう。ここまでね、毎日しつこく喋れるやつって、私ぐらいしかいないと思う。実際に検証とか、ここちょっと整理しながらやってたんですけど、実際に検証とかやってる人って、意外とね、喋んない人多いんだよ。ネクラみたいな感じの。あんま、なんか喋る人っていうよりは、文章とかブログとかで、細かくなんかこう書いたりするのは、長けてるけど、まあまあ喋んな、人の前に出て、ここまで喋れる人っていうのはいなかったので、まあ今までね、体験型とかで一緒になった人とかだと、まあ、検証の話は、うん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 とか言って、夜通しずっと、キャンプとかで一緒になった人とか、喋ったことがあったりとかするけど、まあで、私は結構すぐに、なんか神経質だからさ、寝れないからさ、とにかく横になってあんまりそう関わりたくないみたいな感じで、一番角のさ、トイレに近いところをさ、占拠してさ、そこで寝るみたいな感じ。で、他のお母さんとかはさ、もう寝るって言ったらガッと寝て、起きるって言ったらガッと起きれるからさ、絶対無理だからもうそういうの。で、一番感動したのは、今までさ、私と離れたことがないちびすけが、もうなんか一人でご飯食べてたところ、子供はこちらとか言ってて、いやでもちょっと待って、今まで子供と離れてご飯食べたことないんだけどみたいな時に一緒に行ったカレーキャンプとか、なんか3歳ぐらいだったかな、幼稚園入るちょっと前ぐらいの時に、なんかそれ引き離された時にすごいなんか寂しかった。え、だって一緒じゃダメなのって、子供はこっち、大人はこっちみたいに分けられたのがすごいなんか切なかったです。あの時に子離れができたかなみたいな。いや、どちらかというとちびすけの方がしっかりしてて一人で大丈夫なんだけど、私の方はもうちびすけ気になっちゃって、いやこの子魚はとか言って言ってたら、ちゃんと魚ペーとか取って食べてたしね、あいつ。なんか、親いらねえのかよとかちょっと思ったりとかしました。その時とか。あとは、なんか料理のやつとか、なんか、バスツアーとか、そういうやつとかで一緒になる人とか、まあ割と陰キャラ人が多いなっていうイメージ。私、声でかいしさ、喋るとさ、目立つからさ、まあその時に疲れてなければ喋るけど、疲れてたらまあ無口って感じです。で、ちょっとここに映ってるさ、新幹線すごい気になってる方多いと思うんだよね。ちょっとマジにさ、このさ、ね、これね、これね、知らない検証ね、これはね、このマークを知らない人はね、わかんないと思うとかね、結構検証で持論をね、展開してる方が、とか言っちゃったじゃん。言っちゃったじゃん。そしたらさ、その方から DM 来たんだけどさ、実はまだ読んでないんだよ。文章を。あの後すぐに、ちびすけを迎えに行かなきゃいけなくて、
もうすぐ出ちゃったんで文章とか読んでないね。メッセージは、私あのメッセージはですね、アメブロのメッセージ一番読む率低いです。ツイッターか、ツイッターのなんか、あのコメントとかもあんま見れなかったりとかするんだけど、DM、ツイッターの DM とか、あと YouTube が一番見てるかな、コメントを見てますみたいな、そんな感じです。でちなみに売り場をね取ってきたらこんな感じです。梨いっぱいあって、告知がちゃんと、あ、ちょっと待って、告知ちゃんとしてるよ。告知もちゃんとしてて、はがきも梨んとこにちゃんと置いてあったよ。うん、ちょっともう一回見るか。ここほら梨あるじゃん。梨のとこにちゃんと告知があって、で、はがきもちゃんといっぱい置いてあって、なんかはがきがないのに、このシールだけあるっていうのは、ちょっとやっぱり、ゆゆしき。ここにシールが貼ってあるわけだから、ここからこのさ、シールをさ、取っていくやつがいるんだよ。この、私は爪こんなんだからさ、そういう悪いことはできないタイプだから、ヤマパンのシールとかさ、こういうシールだけだとさ、持っていくやつが多いでしょ。で、だもうそういうのとか、なんだろう、なんか、なんでこの人シール持ってるのっていう人のさ、対策とかもさ、やっぱり、でもまあ、新幹線のこれの場合は、うち買いますよ、ちゃんと。こんだけなんか人のことディスっといて、自分だけさ、あのなんかマーク持ってきました、応募しますとかしてやったらさ、なんか、お前もじゃとか言われそうだからさ、だから冷蔵庫入れたかったけど、冷蔵庫入れないで取っといてますよ。うん、で、あとね、新幹線の墓が、あっちに落ちた。山瀬。バーコード。今、バーコード貼り作業とか、検証のさ、一番結構大変なやつをやってるわけよ。オカメ納豆とか貼ったりとかさ。でも、ちょっともう、今日さ、ちゃんと、ちょっと作っとかないとさ、死んじゃったら困るしな、みたいな。これ、ただこれね、例年ね、30日まで、梨ずっと売ってる可能性が、なかったりとか、シール付きのなし、シールがなくなり次第終了となるのでってなってるので、なるべく早く買いに行ってみてください。ちなみに私が買いに行ったのは、なんかね、私ね、日にちを見ないでさ、稲城屋に突したんだよ。なんだかんだ言って、ちょっと欲しい、買わなきゃいけないものが結構あったから、まあ、この新幹線自体が780円だし、あとはね、ちょっとね、ジェルボールとか、あと、マコナリの、こう、おすすめのブラシの、先端の部分とか、ちょ、あれ買いたいなと思ってるんで、ちょっと3000円ぐらい使っちゃうかもって思って、で今、稲毛屋って3000円過ぎたら、なんか、遊園地のやつ当たるっていうキャンペーンやってたから、あ、これ絶対おすすめとか思って、で、それをやろうと思ったんだけど、実は期限が過ぎてたっていうね、それ気がついたんだよ。こうかやってからさ、返品とかだと、大変だから、これ、50組。こういうのにね、すごい当たりやすいんですよ。なんでかっていうと、まず解説しますね、ちゃんと。ちょっと解説するための棒みたいな、私がいつも、こう、やってる、棒みたいなやつだな。棒、私のペンがない。なんで？あ、ハサミはあるけど、ちょっとね、あれがない。ない。あ、刺し棒みたいなやつがない。刺し棒がない。あ、これでいいや。これはですね、なんで当たりやすいかと言いますと、9月7日から9月20日までっていう短期スパンだったからです。これ単純に。13日間しか、有効じゃないの。だから今日私買いに行ったんだけど、9月21日でございましたので、アウトーって感じで、え、今日火曜日だよね
って。20日だよね。とか言って3000円分のレシート作ろうと思ったら、もういろんなものを絡めてさ、ウェブ応募、ウェブ応募で絡めて、この3000円のレシートを作ろうと思ったのよ。まあ、例えば稲毛屋だったら、ウェブ応募で行けるのがさ、このキューピーのキャンプグッズ、これで、まず、ドレッシングとかこれ一品買えばいいでしょ。あとは、こういうの兼有の。これも応募用ホームページとかあるんで、これもウェブでできんじゃん。で、あとは、まあ、この、新幹線自体が780円なんで、まあ、これも結構ドガンと3000円だったら行くでしょ。それプラス、ウェブで応募できるやつは、これ、大盛り屋の、これもほら、ウェブで応募ってできるでしょ。あと、日の出本みりんのやつ。あれも応募できるでしょ。で、あとは、こちら、お買い上げレシートで応募のラオウの。これよくわかんないけど、これよくわかんないけど、なんかのライブだぜよって、片栗子さんも言ってましたけど、まあ、とりあえずこれもあるでしょ。それと、あとこれ。利権だった件。これも絡める。一品買えばいいだけだから。これもウェブ応募でできるでしょ。そして、こちら、チーズタラ40周年。これもウェブでできるんですよ。これもチーズタラ意外と高いから2個で1個とかさ、1個で1個とかっていうのがあって、もうこれで多分もう2000円、3000円はね、行く勢いなんだよ。あとマークのものとか、あとこれもあるね。このキューピーの、オリジナルパスタ調理グッズプレゼントキャンペーンのこの明太子系のパスタソースのやつ、あえるソースのやつとか、あとまあ、稲毛屋は他に、あとはバーコードのやつだからこれはちょっと使えねえな。あとはね、もう梨がね、あったらもう一個ぐらい買ってもいいかなと思ったんだけど、ウェブで応募できるやつ、これはウェブで応募できない。そしてで、ウェブで応募できるやつ。まあ、あとランチでごめんなさいもいけるかな。いな、あとお茶爆、これを一品、いなきゃでお茶、この多いお茶を買ったとしても、意外と安いには70円ぐらいなんで、ちょっとお茶爆は、これは、あんま戦力にならないです。はい。あと、ひなぎやとあんま値引きしないので、ちょっと、あんまね、金額3000円はちょっとハードルが高かったり、私にとってハードル高かったりとか。まあ、あと日の出、これが200円ぐらい。で、まあ、多分それ3000円くらいいくと思うんだよね。あとは、まあ、検証で絡めて、ウェブ応募できるやつだったら、ウェブ応募でやればいいや、ぐらいに思ってたのに、実はですね、火曜日じゃなかった。もう過ぎてたって。ああ、お釈迦飛んだって言って、今回、私は方向を変えて、まあね、もうこれね、当たってもね、いらんのだよ。花屋敷もいらない、東部もいらない、相模湖。まあまあ、いい、あったとしたら、こう、相模湖か、まあ、どうだ、でもこれ、組みたいな。あんま欲しくないかなみたいな。まあでも、この検証は、いや、スーパーの検証の中でも、割と、稲毛屋の中でも、当選の確率は高いと思います。なぜならば、3000円以上っていうハードルの高さ、3000円以上っていうハードルの高さ、プラスアルファ、日にちが短い。これがね、当たる、要素。高いです。なんて言ったって私のようにですね、キャンペーンにエントリーしようと思ってすっかり忘れて、応募できないっていう、この短期スパンのやつは特に当たる可能性があります。で、鳥取なし、キャンペーンのこちらはですね、結構ポップで告知してます。店舗で。なんか、
うちの地区だからかわかんないですけれども、店内にちゃんとポスターみたいなのも貼って、で、梨売り場のところにハガキも置いてあって、入り口とか、まあサービスカウンターのところとかの、ハガキコーナーにも鳥取梨のこのキャンペーンのハガキ置いてあります。で、今はですね、検証っていうのは、デコハガキ、これを信じてるバカがすごく多いんですけれども、デコハガキはやめた方がいい理由というのをお話しさせていただこうと思います。もうね、検証っていうのは、もうかなり前からスキャンニングっていうのかな、あれで、もうこの企画でスッスッスッ、人間が一個一個スキャナーで知って個人情報を取るって感じじゃないんですよ。基本的に。で、どうやってやるかっていうと、まあ、こういうハガキ、検証ハガキがこう、だからね、ちょっと大きくハガキをした方がいいとかっていうのは、もう都市伝説です。嘘ですね。だからこのハガキと全く同じ大きさで、こう、スキャンニングのところにボンって来たハガキを、こう、アルバイトの人とかが、まあ、これは、熊本県庁の職員の人がですね、下っ端の職員の人が、ほんと下っ端の職員の人がですね、こう、こうやって、こうやって、でもこれ、職員のここの促進課に来たとしても、促進課がやるんじゃなくて、発送代行いるかもしれないですね、この、50名様の出す発送の代行をして、だからここからハガキを持ってって、その抽選をやる会社があるかもしれないですね。こう、もうスキャンニングして、まあ私この県庁のやつだから、グリ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 ってやって手に取るんじゃないかと。それでも、やっぱり人間の手っていうのは、やっぱりちょっと異物を、なんかこう選ばないっていう、なんか異物を避けるっていう本能があるんで、デコった分、ボコっちゃうからダメなのよ。で、大きい検証になればなるほど、スキャナーでこう、スキャンニングするんで、この厚みがないとダメです。だから、その、ハガキ、あるじゃん。完成ハガキのやつだったら、まあ同じような感じ。今ちょっと完成や。郵便局のハガキ、郵便局のハガキ。これね、これが郵便局のハガキです。これが100均で売ってるハガキです。はい。これと、まあ多分同じくらいか。同じ。あ、ズバリこれは同じなので、これで送る場合はね、いいと思うのよ。だけど、これをプリントアウトしたもので、ヘロヘロの状態で、その、なんていうのかな、こう、プリントアウトしたやつをこうやって、くっつけて、紙2枚だけに、2枚だけ、A4 の用紙2枚だけの紙で送ると、ヘロヘロして、この厚み、質感がないと、ちょっとね、応募の土台に乗れませんよ、問題っていうのがあるんですよ。で、これも、ピャー、スキャナーでこう、バーって取っていって、まあ、そのスキャナー取る前に、ここにシールが2個入ってるかっていうのは、人間が、チェックして、その、こう、パンパンってやったりとか、まあ、それも、まあ、鳥取のこれくらいだったらやると思うんですけれども、でも、この、後手っていうか、それすら全部、多分、もう大きい検証とかなんかは、すべて、ここの検体のチェックプラス住所の吸い込み、コンピューターに入力のところまで全部一気にこう流れる。だから、片面で全てが、決まるようになってんのよ。片面で全て決まるように。裏表でどうのっていう感じじゃないんですよね。それで、なんでデコったらダメなのかっていうと、そういう機械に引っかかるからです。引っかかると、もう、あーって取って、弾いて、ポッみたいな。なんかこう、こんなところにさ、マスキングテープとか、こう、四隅に縁に入れたりとかさ、しても、ちょっと、それが故に弾かれるってね。まあ、その作戦で当たってるんだったら、まあ、今のところそのキャンペーンはそれが通じるシステムなんでしょうよって。でも、全部にそれが通じるとは思えないので、
まあ、懸賞ナビみたいに、応募してきたハガキを見て、そのハガキをさ、なんかデコハガキコンテストみたいな、そういうので審査してるようなところとかは、まあ、そういう方法は通じるんでしょうけれども、普通の大手のき、あの、懸賞っていうのは、もう、その、いっぱい応募する人が多すぎて、ビスケットの日のキャンペーンのやつかな？あれは、ウェブとかでビスケットの日って検索すると、そのビスケット協会のホームページとかで抽選のやってるところが、出てたりとかするけど、ものすごい数の、はっきり言って一部屋、段ボールが埋まるくらい、段ボールでこう、いっぱいのハガキをわーっとこう集めて、そう集めたハガキから全部、こうデータ処理してって、と抽選をするっていう。それでその抽選も、ビスケットの日は結構細かく教えてくれて、ハガキで出す人、こういうハガキで出す人、あとは、ウェブで応募する人、それから、完成ハガキ、こういう、ね、書き損じの、ハガキで応募する人、これ、一番多いのはね、年賀状で出してくる人多いらしいですよ。年賀状でお年玉、懸賞のやつあるじゃん。100枚買ったら2枚は当たるやつ。あれを引き換えて、ここにスタンプをしてる人のハガキが一番多いって言ってました。お姉さんというか、キャンペーン事務局の方に聞いたんですけど、で、一番 NG なのは、もうその、ただひたすらもうその、ビスケットの日でこう来たハガキをこうスキャンニングして通っていくんだけど、一番ダメなのは文字が薄い人。まあ、字が汚くて、でたらめ吸い込んじゃう人もちょっとダメなんだけど、文字が薄すぎる人は一番ちょっとダメだったりとかするの。それと、あとは、このなんか、やっぱ都市伝説でこれがちょっと、その、カットをちょっと大きく、一回り大きくっていうやつは、やっぱ機械に引っかかったりとかするんだよ。あとデコる人、機械に引っかかるから、先、こう、まあちょっとポイっていう、ダメの箱に入れられて、そこからそのダメな人を敗者復活じゃないけど、手入力でやるかやらないかは上の人の判断、その懸賞事務局の、まあちょっとじゃあそこもちゃんと抽選に載せとこうかっていうか、それとも、ああ、もうそれは、いいや、みたいな。まあ、大体、私経営者立場で言うと、ああ、もう、それはいいです。いいわ、それはもうほっといて、ほかしといてって言って、ダメポのコーナーのところに弾く感じ。で、まあ、よくね、この蛍光ペンで四隅を、こう、すると当たるとかっていうね、都市伝説もありますが、スキャン自体は、免許の、スキャンやったことあります？免許の更新行った時に、紙に申請書書いたやつを、スッと紙入れると、こう、白黒でこう出てくるじゃん。あれと同じ原理だと思います。それと同じ原理で、いくらカラーペンをね、使っても何色かで赤いのを使ったりとしても、それも全部、白黒でくるんで、蛍光ペンなんかで、ね、四隅でやると、誤入力の原因になるからやめた方がいい。デコハガキは無駄。プリクラとか貼っても無駄。で、結局それ見るのは事務局の人になるので、まあ主催者が、例えばこういうので、鳥取県庁とかっていうので、鳥取県庁の人が独自にやる検証だったらまだ、ここにご意見ご感想をね、読む人いるかもしれないけど、はっきり言ってこれさ、窓際族の罰ゲーム用に、このご意見ご感想とかアンケートって私はあると思うのよ。だからこのね、ご意見ご感想をまとめとけ、みたいな。ファイル集計しとけ、みたいなやつ。だこれはね、はっきり言って、このコメントの内容なんて一切関係ないと思うよ。ほんで、こそんなんでハガキ選んでたら、いちいちじゃあ条件つけないで、普通に検証ってやればいいじゃん、クイズみたいな感じにして。
作文コンテストじゃないけどさ、味の感想を教えてくれてる、その感想で選ぶなんてことをやるわけがないと思います。そんなことよりも中身しっかり、感想よりもここのシールだよ、一番重要なのは。そして、まあ、できることなら、その検証にもよるけれども、そのキャンペーン事務局の人ってね、例えばカルビー大収穫祭の事務局にかけたら、ああ、それダウンロードハガキあるから、ダウンロードハガキ印刷して応募すればいいですから。スーパーのハガキなくてもいいですからってね、もう丸投げしちゃうの。でも丸投げされてもこっちはさ、やっぱこのハガキで応募したいわけじゃん。でも、手に入らないときは、まあ、これを一枚噛ませてプリントアウトしただけだと、ヘロヘロハガキすぎて、もうこのヘロヘロが熱すぎるのもダメなのよ。ヘロヘロすぎるのもダメなのよ。じゃあその時どうしたらいいのっていうの。こういうハガキ台のやつを一枚噛ませて、その募集要項のところをこう貼るっていうね、プリントアウトしたやつをここに貼るって。大体一面だから。両面吸い込むってところはなかなかないと思う。その手間がね、大変だから片面なんですよ。片面なんですよ。こっちの面使わないで。片面にね、集約するわけですよ。なので、分かっていただけたでしょう。で、私、新幹線を買ってまいりまして、この応募シールがあるんだけど、結構これね、これをね、取ろうと思っても、私は意外と取れない。だから、切って、貼りたいと思います。なんかこう、こういうシールがさ、なんか 途中でさ、切れたりしたら嫌じゃん。だったらもう最初からこれをパッケージを開けて、この部分をフィルムのまま切って貼る。もうそれでいいじゃん。で、ちなみに買ってみました。新幹線。鳥取県の、あれでございます。で、ちなみに、これが加賀しずくです。どれくらいでかいか。新幹線もすごいいい梨なんだよ。いい梨なんだよ、マジに。でもね、このね、加賀しずくのでかさ、ぜひ見てみてください。国もあるから。あ、片手で持てない。こんな感じよ。こんな感じ。すごくないです、この大きさのさ。結構新幹線もこれ結構400円ぐらいの梨なんで、これがついてるぐらいだから、まあまあいい梨なんですよ。でもそれよりも、何よりも、加賀しずくはでかい。こうよ。こうよ、これぐらい。で、多分糖度もすごいこっちの方が甘いと思います。でも、新しい甘い、泉って書いてあるんで、新幹線も楽しみにしたいと思います。うちはね、みんなが意外と梨好きなんですよ。果物の中で一番好きなの梨なんで、ちょっと今回は新幹線も買ってみて、また美味しくて、で、まあシールがあったら、ちょっとまた梨買おうかなと。で、あと今回結構直売所っていうワードも聞いたんで、直売所のやつも買ってみたいかなって思った。で、なんとね、3000円の、ハードルの検証。ああ、もう重い腰を上げてさ、これならって言って、これ行こうって思ったんだけど、ちょっと、対象外だったっていう作戦がね、ああ、なったので、敗者復活。その分、まあ、2000円ぐらいで、まあ、ちょっとオーバーしてたけど、これが、こちらもですね、ハウス。これ今、稲毛屋とですね、マルエツでやってるんですよ。これが昔のカレーキャンプのやつなの、ハウスの。カレーキャンプのやつだったんですよ。ね、多分。これ、両方ともあったかな、これ。カレーキャンプがこれになったんだと私は思ってたんだけど。で、私はですね、うちはですね、この、高価格帯のルーが好きなんでございますよ。安いさ、ルー、あんま好きじゃない。
ボンズにセレブとか言われたらなんだけど。香辛料がついててね、いいんですよ。小袋のね、このスパイスミックスっていうのがついてるので、お気に入りです。シチュードボビーフ。あと、ハウスだでしたら、カレーだったら、ちょっと待って。カレー、ちょっと待って。中村ひろこさんのカレー、なんだっけ？出てこない。カレーも300円ぐらいの、この高級な、ちょっと、ちっちゃくて値段が高いやつ、買うようにしてます。それで、これ1個300円超えるんで、これを1個買って、1200円になるように、ナギアの商品を買えばいいだけなんで、あとはもう、結構、検証対象商品の、ものをですね、買いまして、特に、買ったのは、日の出買ってない。お茶バッグ買った。そして、これはもう買った。玉ねぎも買いました。稲毛屋は結構野菜が安いので、稲毛屋で野菜をよく買います。で、ちょっとね、ちょっと聞いて。ココナッツサブレの昭和のなんちゃらグッズのために、私はこれ貯めてたのよ。でも1個しかシールがないんだけど、もうなくなってんのよ。応募対象のパッケージじゃなくなったっていうのは9月末までなのに。これちょっと本当に検証で、締め切りが9月末までなのに、もう対象のパッケージじゃなくなってるケースって多々あるので、ぜひ注意してみてください。一応ココナッツサブレの検証とかもあったんですよ。ポイントマーク集めて送るやつ。あれは応募できなくなった。あとは大盛り屋のやつでウェブでできるから、ちょっと大盛り屋のね、お茶漬けが欲しかったんだけど、ふりかけしかなかった。稲毛屋はもうね、がっつりね、長谷園色がすっごい強い。で、どう違うのかね。カリカリ赤しそ梅と、こっちは男梅のコラボ。ソフトタイプ、ノーベルのね。柔らか男梅ふりかけ。これ今度、男梅キャンペーンの時に使わせてもらおうかな。でもこういうのなんか貼ったって意味ねえだろって。引っかかるだけだろって言ってるんでしょ。これくらいね、大丈夫なんだよ。これくらいの大きさだったら。男梅のやつは、意外と、キャンペーンハガキっていうのがなくて、普通の市井の完成ハガキでこれで書けっていうから、まあ、デコることなんかはしないですよ。デコるよりも、この梅を一個こう貼るっていう、それだけは、関係ないだろ、それはって言ってても、なんかその検証が、企画部の人が、ちゃんとじっくり見てるような、検証は、まずちょっと男梅の、あれを貼ったりとかする、そういう、まあ、デコを、まあ、その時の検証によるんで、何が当てたいのか教えてくだされば、それに対しての対策、考え方、攻め方っていうのを教えできるので、もし検証で何か悩みみたいなのがあったら、これ一応私がやってるのは、関東ですね。関東の、特に神奈川県中心に、神奈川、東京の、ね、検証を中心とやって、神奈川、東京、あとは埼玉か。千葉はちょっとないですね。ベイシアとか行かないから私は。あと、イオンが千葉、ですが、イオンとかあんまりやらないので、まあ、神奈川、東京、まあの、検証ですが、こういうのも全部全国行脚しますんで、何の検証、出てみたいとか、そういうのがあったら教えて、いただければですね、どうやって攻めればっていうのも、あとそのコツ、どこが狙い目なのかっていうのは、一緒に考えられるかなと。で、今私がすごい頑張ってるのは、このお茶枠のこれ。これ貼るのすごい大変。これも。あとはこっちの。できればビバラドリーも頑張って。あと、ガメナットも頑張って。
頑張ってって、でもあとね、眠さとの戦いだったりとか、はい、でも起きたらさ、この YouTube やらなきゃいけないとかね、結構ね、追われてんだよ。すげえ大変。うん。いろいろ、うん、頑張っておる次第でございます。あとちょっとね、これ買ってみた。なんか、意外と、なんだ、2個買ったん、2個エントリーしたいから、これスチュード棒で300円で1200円超えるように買ったのと、あと、あの、ビーフで、超えるのと、2パターンやった時に金額生かすために新しく塩を買ってみた。私この高価格帯の塩好きなんですよ。まあ、アルペンザルツの塩とか、あと瀬戸の藻塩とか、あとは、いろいろ、博多の塩とか、そういうの塩すごいこだわってて、ちょっとこれ地中海の天日塩、あれちょっといいじゃないですか。なんかドルフィンがえ、これクジラか、なんかちょっといいかなと思って、ちょっとこのオフランスの塩を買ってみました。うん、まあちょっとね、塩分少なくしても、なんかこのナトリウムから作ってるんじゃなくてミネラルの方から作ってるっていうさ、そういうなんか塩が欲しいかなみたいな感じで買ってみました。ちょっと私もう今ね、なんだか知らないけど、もう睡魔が訪れてきてどうにもならない。ちょっとあとこれちょっと頑張れないかもしれないので、皆さん長話できませんが、そしてこのね、クイズに答えるのは高野の、私これはおかめ納豆は、3枚コースのこみかん当たったことあります。でもこっちの方が当たったことありません。なので、もし攻めるとしたらこれね、納豆なんてみんなこの5枚とかね、すぐ持ってるからみんなこっちに集中すると思うの。だからこっちが狙ったら多分当たると思うんだよね。なので、多分、こっちの方を狙った方がよろしいかと思います。それと、あと、高野フーズはおかげさまで創業90周年って、わざわざこのサイトに答えを見に行かなくてもですね、高野フーズ創業90周年って、もうここに書いてあるべって、90って書いて、住所、氏名、名前書いて応募してください。で、まあ、これクラスになると、もう普通に、来たハガキをトン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 って言って、コンピューターの、このスキャンニングのところで、フィアーって。あと、コピー機も、そういう感じでできるの、わかります？冊子になってるやつって、こうや、なんか、ほら、15ページぐらいの資料を、そこにペンって置いたら、資料がふわーってコピー、まず読み込んでから、コピー、10部だったら10部、その順番で、ぽーって資料が10部できるの。今ね、そんな感じですよ。すごい、なんか、やっぱり主婦の人とか、外で、にね、専業で子育てだけやってると、会社が今どんなオフィス機器を使ってるかとかわからない方とかも多いかもしれないですけれども、もう結構普通にコンビニのコピーとかでも、10部だったら10部差し込んで、ひょーって10部できるっていう、それ、ちゃんと、ね、10部になって、あとは自分でパチンパチンってやるだけみたいな、そういう感じになってございますので、こういうのもしあったとしたら、あんまりデコらない方がいいです。もうこの、高野フーズとかは結構これ大規模検証なので、ここにね、いきなり裏が暇だから、プリクラ貼りましたとか、そういうね、バカな人でもやらなくてもいいでございます。で、今回のやつは、これね、ウェブクイズじゃなくて、ウェブでは、ヒントを探すだけで、実際は、この紙媒体の、これでしかやらないみたいなキャンペーンでございますんで、まあ、これはね、本当に応募者数、多数だと思うので、相当大きい傾向だと思いますよ、この。うん。なので、まあ、挑戦率というよりは、まあ、参加することに意義があるっていう感じでさ、
なんかこう、私らのこの知ってる仲間内の中で、当選者出たらキャーでいいじゃんみたいな。もうなかなかね、ロングスパンの検証はなかなか当たらないでございますよ。もう狙い目はスーパー独自の、期間の短い検証。これはもう見つけて、すぐに、チャレンジすれば、もうそこを応募したっていう、ことだけでも当選に近いわけですから、こんな当選率の高いものはないです。検証の中でも、あ、これは当たるなって、もう私ぐらいになると大体わかる。あ、これは当たる。あ、これはこうだからちょっとやってみようとか。あ、これはって。で、まあ今回の新幹線のやつは、最初冒頭私これは当たんないよって言ったと思うんですけれども、でも、新幹線ね、このキャンペーン知らない人に、どういう梨なんだろうっていうのと、梨の比較をさせて、ね、もらいたかったので、ちょっと買ってきてみました。うちの近所はまだ、シールがある、新幹線売ってました。ただ、最後の最後までずっと売ってるわけではなく、シールがなくなり次第終わりって書いてあるので、ちょっと警戒して、なるべく早くに買った方がよろしいですよっていう感じです。この週末とかね、ですね、引きこもる方は、せめてお家で果物ぐらい美味しいフルーツを食べて過ごすとかっていう、まあ、楽しみ、引きこもり生活、楽しい、なんか、家のお家ライフを満喫したらいいんじゃないですかねっていう感じ。私は、まあ、私は週末はとりあえずもう、検証のバーコードを、対象商品に貼って、キリンビバドリームとかも今年こそ貼ってみたいな。あとは、いや、懸賞で当たったちょっと不要なものを現金化してて、もうそこ目標は立てておりますが、体力に勝てるかどうかが自信がございません、みたいな。そんな感じです。今日はなんかこう、やっぱりね、夜を1時間くっつゃべろうとすると結構なんか体力が持たなかったり、眠くてしょうがないみたいなところがあるので、こんなところでございます。ぜひ皆様にも、なんかね、狙ってる懸賞が当たればいいねっていう、そういう感じで一生懸命、答えさせてというか動画を作っておりますので、なんかなんかあったら YouTube の方のコメントに入れてください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。